ごきげんよう。ベルです。12月ともなると街中クリスマス一色ですよ。ところで皆さん、サンタクロースはいつまで信じていましたか？本日の投票カードポチッと押してみてください。私はね、結構小学校高学年、いや今でも信じてますよ。今日は新聞の投書で寄せられた8歳の女の子の素朴な疑問、それに対する素敵な答えを朗読していきます。それでは早速。サンタクロースはいるんだ。ニューヨーク三市社説、担当フランシス・ファーセラス・チャーチ、大久保雄役。ニューヨーク三新聞、1897年9月21日、社説欄。本誌は以下に掲載される投書に対して、直ちにお答え申し上げるとともに、このようにまっすぐな方が読者におられることを心から嬉しく思います。こんにちは、新聞のおじさん。私は8歳の女の子です。実は友達がサンタクロースはいないというのです。パパはわからないことがあったら三新聞というので、本当のことを教えてください。サンタクロースはいるのですか？バージニア、お反論。バージニア、それは友達の方が間違っているよ。きっと何でも疑いたがる年頃で、見たことがないと信じられないんだね。自分のわかることだけが全部だと思ってるんだろう。でもね、バージニア、大人でも子供でも何もかもわかるわけじゃない。この広い宇宙では人間って小さな小さなものなんだ。僕たちにはこの世界のほんの少しのことしかわからないし、本当のことを全部わかろうとするにはまだまだなんだ。実はね、バージニア、サンタクロースはいるんだ。愛とか思いやりとかいたわりとかがちゃんとあるように、サンタクロースもちゃんといるし、そういうものがあふれているおかげで人の毎日は癒されたり潤ったりする。もしサンタクロースがいなかったら、ものすごく寂しい世の中になってしまう。バージニアみたいな子がこの世にいなくなるくらい、ものすごく寂しいことなんだ。サンタクロースがいないってことは、子供の素直な心も、作り事を楽しむ心も、人を好きって思う心も、みんなないってことになる。見たり聞いたり、触ったりすることでしか楽しめなくなるし、世界をいつも温かくしてくれる子供たちの輝きも消えてなくなってしまうだろう。サンタクロースがいないだなんて言うのなら、妖精もいないって言うんだろうね。だったらパパに頼んで、クリスマスイブの日、煙突という煙突全部を見張らせて、サンタクロースを待ち伏せしてごらん。サンタクロースが入ってくるのが見られずに終わっても何にも変わらない。そもそもサンタクロースは人の目に見えないものだし、それでサンタクロースがいないってことにもならない。本当の本当っていうのは、子供にも大人にも誰の目にも見えないものなんだよ。妖精が原っぱで遊んでいるところ、誰か見た人っているのかな？いないよね。でもそれでないって決まるわけじゃない。世界で誰も見たことがない、見ることができない不思議なことって、誰にもはっきりとはつかめないんだ。あのガラガラっておもちゃ、中を開ければ玉が音を鳴らしてるってことがわかるよね。でも目に見えない世界には
どんなに力があっても、どれだけ束になってかかっても、こじ開けることのできないカーテンみたいなものがかかっているんだ。素直な心とか、あれこれたくましくすること、したもの、それから寄り添う気持ちや、誰かを好きになる心だけが、そのカーテンを開けることができて、その向こうのすごく綺麗で素敵なものを見たり描いたりすることができる。嘘じゃないかって？バージニア、いつでもどこでもこれだけは本当のことなんだよ。サンタクロースはいない？いや、今この時もこれからもずっといる。バージニア、何千年、いやあと10万年経っても、サンタクロースはいつまでも子供たちの心をワクワクさせてくれると思うよ。その後バージニアはニューヨークの学校の先生になって、47年間子供たちを教え続けたそうです。でしょうか。初めて当初とその答え、しかも海外のものを扱いました。なんだか素敵な物語を読み終えたような、そんな読後感がありますね。これはね、1897年の当初ですから、かなり前ですけどね。こんな大人に囲まれていたら、そりゃ良い子に育つよねって思いました。やっぱりね、信じる心、純粋な気持ち、夢、これが何よりも勝るであってほしい。今の時代はもう幻想を抱くものは悪、真実を暴くのが正義っていう感じがするんですよ。どんなに純粋な気持ちを持ちたいと思っていても、こう、まあ、ネットとかね、見たくもないものが目に入ってしまう、聞きたくないものが聞こえてしまうっていう。だからこそ、そんな中でもバージニアちゃんみたいな心を持っていることはとても崇高ですよ。忘れたくないし、忘れちゃいけないし。私も美しい純粋なものだけに囲まれて生きていきたいと本気で思っているのでこのね、投書を読んでとても心が洗われました。これで18歳から8歳になっちゃいましたね。以上、最後までのご視聴ありがとうございます。朗読動画良かったよ、また見たいなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録や評価のほどよろしくお願いします。それではごきげんよう。クリスマスは私が YouTube の通知ベルを鳴らします。